意識するとこんな感じで、これが結果でございます。はい、こんな感じかな。はい。世界は逆さま。はい、こんにちは。世界は逆さまのひろきです。あっこです。はい、今回は、はい、皆さんのコメントから寄せられた質問。この間もね、その歩行動画を撮ったんですけれども、でコメントでそのよくあるのが、一体どんなリハビリをしたのですかとか、どういう練習をすればいいですかっていうのはね、すごくやっぱり多いです。で今回は私がそうやった方法、あくまでこれはね、脳卒中とか後遺症はさ、人によって治り方も、ね、症状もね様々だから、これをやれば治るよとは言えないけれども、少なくとも私がこうやりましたというのをちょっとお話ししたいと思います。結構精神的なものが多いかな。そうだね、これね。というわけでいきなりこの3つです。じゃだん。はい、じゃあこれを一つ一つちょっと説明していきたいと思います。はい、まず第1、はい、歩数はいらない。まあ歩数とか距離なんだけど、正確に言うと歩数とか距離を第一の目標にしないってこと。あ、長く歩けるようにとか、例えば1キロだったら1キロとかね、1日何千歩とか、私はしなかった。ある理由としては、私のね回復期の PT さんに言われたことなんだけど、その歩数を目的にしちゃうと、歩数とか距離を目的にしちゃうと麻痺してない方の足で頑張っちゃうから、数をこなすことが目標にはなっちゃって、麻痺があっても綺麗に歩くっていうのがだんだんこうおざなりになっちゃう。あ、そう、大前提として、ひろきと、まあ、その担当の PT さんが目標としているのは、綺麗に歩くこと。そうそう、歩様を綺麗にするっていうのが多分大前提の目標なんだよね。その方が年をとってもずっと長く歩き続けられるからってことでしょ。どこの体にも負担をかけずに。そのためのポイント、そのためのポイントです。例えばこう何キロ歩くってなると、もう何が何でも歩けばいいっていう風なあれになっちゃって、私の場合はまあ左麻痺だけど、左の足を全然使わなくて右足でこう引きずるように歩いても距離は出せる、最悪ね。ただそれは果たしてこううまく歩いてることになるのか、回復してることになるのかっていう話だよね。そう、それでだってまださ、ひろきは40代で発症して、それからこれから20年30年40年って歩き続けるのに適した歩き方ではないよねってことだね。で、第2のこれ、実はねこれもね割とさっきのこととかぶるんだけれども、速度もいらないっていうのは、結局こう綺麗な歩き方というか、エネルギーを極力使わないじゃないね、最適化された歩き方だったら、無理に速度を上げる必要はないかなっていうことね。私のね歩行の動画を見てもらうと分かるんだけれども、2年前と現在で歩行のスピードが全然違ってると思うんだけどね。ただそれは私、歩行を速くしようと思ったことは一度もなくて、そうだね、バランス、安定感の方をどちらかというと優先してたかな。それが結局安定した歩行ができれば、あとはそれを慣らしていけば自然とベースが上がっていくみたいな感じ。これもさっき言ったのと同じで、速度を第一の目的にしちゃうとさ、もうそれこそ県側で麻痺してない方で無理にさ、走るような形になっちゃう。その場ではいい速度が出るかもしれないけれども、それは根本的にこう治ったってことにはならないかなっていう感じです。続いて第3、未来を見ない。これはなかなか誤解を生むようになるかもしれないけれども、未来を見ないっていうかね、過去はきっちりと見るってことかな。未来ってやっぱり不確定性が多くて分かんないじゃん、誰にも。ただ過去は振り返ることはできる。で、私がもう入院中にやってたのはその歩行の動画、これはあっこに撮ってもらって、退院からずっと動画撮ったよね。今は基本的にこう何かしらどっかに行って歩く時には何かしらあっこに撮ってもらってる。これをねやっぱり見直してみると、前ここに来た時にはあそこの階段とか大変だったけど、今日行ったら割と楽に行けたなとか、そう、自分のね、その過去の姿を正しく見るっていうのが難しい。正しくというか自分の過去の姿をこう客観的に見る、うん、変な話さ、自分が一番さ自分のことを信用してないっていうか前どうだったかなっていうのは忘れちゃうしね。そうそうそう、意外と分かんないもんだから、うん、まあ映像なり、まあ、何の記録でもいいからさ、うん、記録を取っておいて、うん、それをこう未来につなげる、うん、って感じかな。そうね、なんか全然回復してないやって落ち込んだとしても、うん、まあその過去の映像を見ると、あれ案外歩けるようになってんのかなみたいな。そうそうそう、うん、スランプに陥った時に助けてくれるかなってことね。うん、あとはまあ結局過去を見て現在を分かれば、なんとなくその未来のさ、うん、予想ってのがつくようになるじゃん。うんうん、ただ目的もなくさ、こう未来を見ようとしても、うん、視点が定まらなくて、どこに行く、自分はどこに行くのか分かんないじゃん。あとはすっごいかけ離れた人を目標にしちゃって、ね、絶対ここに行くんだって頑張るのはいいんだけど、それと比べて自分は全然ダメだと思っちゃうともったいないかなっていうのはあるね。うんうん、だからまあ過去をしっかり見据えて、うん、その上で現在があって、うん、でじゃあ未来はって初めてその順番があるから、うんうんうん、そこはね、少なくとも私に関しては、うん、そういう考え方がすごく、効いたかなと思います。はい、うん、というわけで、はい、はい、私が歩けるようになったポイント3点紹介しました。はい、うん、これは先ほども言った通り、これはあくまで私のね記録というか私のことなので、うんうん、もちろんその症状によって違いは人様々なんで、これがあれば全て解決しますよっていうものではないけどでもちょっと考え方のヒントというか。そうね、だから結局さ、多分速度とか歩数って数字で表れるから分かりやすいのよ。目標にするのでもすごく分かりやすい。綺麗な歩き方ってさ、ふわっとしてるでしょ。ふわっとしてるね。だからやっぱ頑張る指標になりにくいっていうのはある。確かにあるね。うん、だからこそまあ歩数とか速度を目標にしがちなんだけれども、それはあくまでも結果論であって、歩様をきれいに歩くっていうのをなるべく意識した方が、意識するとこんな感じで。これが結果でございます。はい、感じかな。はい。というわけで、世界は逆さま、歩けるようになったポイント3つでした。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。しっかり体重かけるんですよ。